あれ先輩。おぉ、おめがや。お前、何してるんですか。いや、こっちのせいだよ。大晦日、お前何やってんだよ、こんなとこでよ。いや、先輩こそ大晦日忙しいんじゃないですか。だって明日元旦っすよ。いや、もう、新しいビジネス考えちまってよ。はい、はい。あのよ、今、アフターコロナと、インバウンドで、はい、もう明日の初詣です。かなりやばいぞ。並ぶんだよ。あ、はい。それわかるよな。混みそうっすね、確かに。はい。だから、今もう、代理でよ、はい、もうお賽銭預かって、もうお賽銭もう代理でやりに行くっていうビジネスやってんだよ。うん。で、祈りはここで祈ってもらうって形。うん。え、はい、もう手間だからよ。はい。お前やっとっか？え、それお金入ってるんですか？おお、結構入ってるぞ。うん。はい、お前、1月1日からよ、もう並びたくねえだろ、ぶっちゃけ。ああ、確かに。家でよ、ピザ食って餅食ってチルしてだろ。あ、はい、まあ、先やっとけよ。俺が誰で持ってくから。あ、はい。うん。え、いくらですか。まあ、1000円は入れた方がいいんじゃねえか。これだいぶ、これ10箱目だからね、これでも。あ、はい。入れた方がいいよ。で、祈りはここだ。うん。じゃあ、入れられる。1000円、じゃあ。うん。え、ほんと持ってってください。もちろんだよ。お前は、もう友達だから手数料も取らねえよ。うん。このままストレート持ってくよ。あ、わかりました。じゃあよ、祈れ。ここで、はい、うん、どの神社行くんだ予定では。あ、一応なんか明治神宮行こうかなと思って。だからあっちだ。うん、祈れ。え、あっちに向かって祈ればいいですか。祈れ、5秒は祈れ。はい、じゃあ、はい、祈ります、うん、あれ先輩、先輩、先輩、チャンネル登録おっしゃーす。